郊外のバイパスをのんびりとオートパイロットで走ってます。白線を認識して、あとね、前の車との車間距離もしっかりと維持しながら左カーブを曲がってます。もうね、このぐらいの速度で車の流れだったら、もうね、オートパイロットがほんと楽ちんなんですよね。この白線ちゃんと認識して、メーターの中にね、白線が青いラインで出るんですよね。で、次は右カーブですね。メーターの中の青いラインも右に曲がりながら、ハンドルもゆっくりと右に曲がっていきます。さて、ちょいちょいね、オートパイロット入れながら、向かったのはこちらです。やってきたのは、神奈川県相模原市にあるおしゃまめさんです。一昨日の土曜日、食べたこのジンギスカン、これが美味しくて、で日曜日は定休日だったんで、また月曜日、中1日でまた食べにやってきました、おしゃまめさんです。一昨日食べたジンギスカンの動画は、概要欄のリンクからご覧ください。オープンの時間は11時で、今の時間は10時なので一番乗りでした。さて、駐車場はこんな感じで、ちょっとね、後ろがディフェンダーにギリなんですね。ちょっとアップで見るとこんな感じですね。こんな感じで、普通に下がると、ディフェンダーとかね、周りのバンパーのアンダーにガリッといっちゃうので、一旦降りて、スマホのサモンでね、これでタッチして、ゆっくりと見ながら、ディフェンダーギリ止めして止めました。あ、そう、スマホのサモンで車を降りて無人でバックさせる動画は、以前ショートに上げてるこれですね、こちら。こちらの動画も、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。さて、10時半ぐらいに今回も開けていただきました。入店しました。もうね、セッティングしてあります。入店する前にメニュー聞かれてるんで、もうね、テーブルにはこうやって、おしんこと漬けだれ。この漬けだれが美味しいんですよね。あとね、ミニやっこも用意されてます。いや、がぜん楽しみですね。めちゃくちゃ美味しかったですからね。あの、てんこ盛り、山盛り、チョモランマ盛りのジンギスカン、そろそろ運ばれてきますよ。その前に、もう一度、おしゃまめさんのメニューを見たいと思います。メニューはこんな感じ。単品でね、厚焼き卵とか、ハラス焼きとかあるんですよ。これ結構頼まれてる方いたので、今回も、ハラス焼きを単品でオーダーしてみました。裏はこれ、定食メニューですよ。やっぱり人気のジンギスカン、唐揚げ、生姜焼き。これね、他のお客さんも結構頼んでましたね。美味しいんでしょうね。今度はね、唐揚げとか生姜焼き頼んでみたいですね。さて、そうこうしているうちにご飯運ばれてきましたね。お味噌汁も来ましたよ。そして漬けだれに今回これ、刻みニンニク入れてみました。あの、2番手に来た方が常連さんで、ジンギスカンにね、刻みニンニク入れたら美味しいよって教えていただいたんで、今回は刻みニンニクオーダーしてみました。さて、そろそろ来ますね。厨房がね、騒がしくなってきましたよ。これですよ、チョモランマ盛りのジンギスカン。これからチャッカマンで火をつけて運ばれてきます。火がついたね、ジンギスカン来ましたね。これこちら、これですよ、このチョモランマ盛り。これジンギスカンの肉増しです。1200円のジンギスカンにプラス200円で肉増しになるんですね。これですね、この盛り、この盛り半端じゃないですよ。そもそも熱々のジンギスカンを下からね、固形燃料で温めてるんで、最後まで熱々にいただけるんですね。それではおしゃまめさんの、ジンギスカンいただきます。あ、ハラスも来ましたよ。これ焼きたてのハラス、これも美味しそうですよね。油がもうね、見るからに乗ってそうですね。まずはお味噌汁ですね。このお味噌汁はこれ大根の葉っぱでしょうね。あ、美味しいですよ。出汁がしっかり効いてて、大根の葉っぱがね、ザクッとくるんですね。いや、とっても美味しい味噌汁です。それではまずはお肉からいきましょうか。この甘酸っぱいタレがめちゃくちゃ美味しいんですよ。そこに刻みニンニクドカッと入れていただきます。こんな感じね、熱々の肉に甘酸っぱいタレ絡んで、そして刻みニンニクですからね。一回まずはご飯にバウンドさせてからいただきます。これがめちゃくちゃ美味しい。ほんと柔らかいんですよ。でね、ニンニクがね、ザクザクきて、風味がポワーンときて、これより一層美味しくなりますね。いやー、美味しいですよ。そしてこのこぼさずにね、上の方からこのサミットのあたりからもやしと肉を取ってね、タレに入れて、またこれ刻みニンニクですよ。これほんと合いますね。甘酸っぱいタレがめちゃくちゃ美味しいんですけど、刻みニンニク入れると風味がよりこうふわーんと拡散されるんですね。で、より一層美味しさがまろやかになりますよね。これ、まあ、またバウンドさせましょうか。これですよ、これが美味しい。もやしザクザクですね。で、またお肉柔らかいんですよ。ほんと柔らかい、全く臭みないですからね。そして刻みニンニクのザクザクした食感と香りがたまんないですね。この炎すごい。この炎のおかげで最後まで熱々でいただけるんですね。さて、単品オーダーしたハラスですね。さっきハラス、これですね、見るからに脂乗ってますよ。これもう見るからに脂ノリノリですよね。鮭ハラス、あ、もう皮が美味しそうですね。皮パリ、皮パリですね。それでは、単品オーダーした、鮭のハラス焼きいただきます。
脂すごいですね。にゅるっとほぐれて、鮭の美味しさがほわーんとくるんですね。いや、これだけでもね、ご飯がね、一杯ぐらい食べそうですね。そして、鮭が美味しいのはこの皮ですよね。この皮。皮がね、カリッカリで美味しいんですよね。脂のりどりで、皮までカリッカリに食べれるこの鮭原鮭、これとっても美味しいのでおすすめです。さて、この辺りで、定食についているこのミニヤッコですね。このミニヤッコ、このサイズ感が嬉しいですよね。ちょっと食べたいんですよね。これまたね、生姜とね、ネギの風味がね、ほわんとして美味しいんですよね。さて、チョモランマ盛りのジンギスカン、もうね、半分ぐらいになりましたね。でもね、まだまだ熱々なんですよ。この湯気わかります？これ。もう下からね、固形燃料でね、熱々にね、焼いてますからね、まだまだ熱々なんですよね。この量、すごい量。食べても食べても減らないんで、まあもうね、半分ぐらいになりましたけど、もう結構食べてますからね。で、この甘酸っぱいタレが本当美味しいんですよね。お酢の酸味じゃない、何かこう、フルーティーな酸味を感じる甘めタレがね、抜群に美味しいんですよ。そこに刻みにんにく入れたらもうね、抜群に美味しい、もう止まらない美味しさでしたね。さて、ジンギスカン食べつつ、この鮭ハラスですね。これ脂ノリノリで皮パリッパリのこの鮭ハラス、大根おろしのっけていただきます。これもね、ほんと美味しかったですね。もうね、このハラスだけでご飯おかわりしたいくらい美味しかったですね。ちょうどいい塩味がついてて、この大根おろしがほんと合うんですよね。脂っこいけど大根おろしでさっぱりいただきますね。で、このハラス皮がね、これこんな感じ、パリパリカリカリなんですよ。これが本当美味しかったですね。あのタモリさんも、鮭は皮が美味しいなんて言ってましたけど、私も鮭は身も美味しいけど皮が美味しいと思いますね。さて、ジンギスカン残りあとね、あと3合目ぐらいになりましたね。でもね、まだこんな熱々なんですよ。まだ火炊いてますからね。これを、甘酸っぱいこの漬けダレが本当美味しい。そして刻みニンニク乗っけて、パワフルにね、風味抜群にいただきたいと思います。さて、ジンギスカンとっても美味しいので、もう鉄板になくなっちゃいましたね。なくなってこの漬けダレの中にね、きれいに全部入れちゃいました。そしてこの漬けダレの、ジンギスカンごとご飯の中にもタレごとドバッとかけて、締めのご飯にしたいと思います。一味をね、パラッとかけます。これ一味なんですよね。この一味なのがたまんないですよね。七味じゃなくて一味が合うと思います。さて、この、汁ごとタレごとかけた、ジンギスカン丼で締めのご飯にしたいと思います。この締めのタレごとぶっかけたジンギスカン丼がめちゃくちゃ美味しかったですね。そして、火をね、炊いて食べるので暑かったんでね、この日は、ファンを回しながら食べてました。あ、このタイミングで、食後のコーヒーいただきました。ありがとうございます。これがまた美味しいんですよね。ということで、おしゃまんべさんの、とっても美味しいジンギスカンの食べ動画でした。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。